対応料、洋塚カニでございます。お対応料のペガサス、田中でございます。はい、なんすか、こういうペガサス、田中でございます。あ、しまった、今日来てくれ、来ればよかった。あの、この前誕生日でして、はい、私、はい、あのペガサスのですね、はい、あのこの服の色違いを、はい、あのペガサスにいただきまして、はい、はい、来てくれよかった。似合っ、あの私が言うのもなんですけど、はい、すごい似合ってる。ああ、あるだけです。私が言うのもなんですけど、すごい自己顕示欲ですよね。はい、自分の T シャツ作る人って、うん、それはあのアイドルとかいると思うんですけど、うんうん、普通のショップの店員ってなかなかいない。いや、いない。いない、いないし、それをあの一応なんかこう上司に渡すみたいな。はい、そんな人もいないですよね。半端ないですね。はい。はい、まあ世の中はね、はい、もう4年に1回のお祭りということで、はい、サッカーワールドカップ、始まってますね。で、まあ、日本対ドイツ、はい、この前すごかった。いやー、強烈でしたね。強烈でしたね。もう夢っていうか、もう、はい、もうなんすかね、生きてる間に見れるとも思ってなかったっていうか、う、勝った瞬間泣き崩れましたから、ね。泣き崩れた。いや、本当に良かったですね、吉田さん。すごかったですね。うん。まあまあ、あのまだ1試合 ねやっただけなので、はい、まだ決勝ね、リーグ行けるかわかんないですからね。そうですね。はい、うん。だからまあ日本対ドイツなんで、はい、まあどうですか ？TAD 対、はい、TD 対フィンクチームと、なんかちょっとよくわかんないですけど。アバンギャルドじゃないですか。アバンギャルドとか、フィンクチームドイツですよ。ドイツです、ドイツです、ドイツです。なんすかね、ちょっと例えが出てこないですけど、ヤマハ対、はい、ヤマハ対エラック。ああ、なるほどなるほどなるほど。ちょっと力関係がよくわかんない。ちょっと難しいですね。オーディオに当てはめると、そう思うと、やっぱりオーディオ大国ですからね、日本は。ですね、オーディオ大国。うん、本当ですね。はい。皆さんは何が勝因だったと思いますか。何が勝因だったと思いますか。でも私サッカー見ますけど、私ね、陽介仮に日本とは全然詳しくないですし、うん、でもまあまあまあそれ、それなりに、スポーツ全般ね、スポーツ全部大好きね、はい、うんうんうん、何が勝因だったんだろう。でもやっぱり、はい、もう本当漠然とですよ、うん、2つあるかなと思ってて、うん、やっぱ選手の入れ替えがうまくいったのかなっていうと、うんうんうん、あとはやっぱり勝ちたい気持ちが強かったのかなっていうのは最後。なるほどね。最後5分、アディショナルタイム7分もありましたけど、はいはいはい、長かったね、あれ。まあ、うん、あの時最後攻められてましたけど、絶対に入れさせないぞってあの気迫かなって思いました。なるほどな。ヨセ君にいかがですか。いや、あのね、俺はマジで日本代表、はい、今の代表が最強だと、歴代で最強だと思って、っていうことを言うと、なんかこう、で日本、まあ、勝てはしないかもしれないけど、引き分けぐらいは結構あるんじゃないかとかで言うと、サッカー詳しい人から、いや、絶対ないだろうみたいな。で、なんか日本代表が勝つとか、強いって言うと、サッカー詳しくないみたいな。なんかね、オーディオと一緒ぐらいかな。サッカーなんか詳しいマウントみたいな。あ、そういうのあるんですか。いや、めっちゃあります。え、めっちゃあります。サッカーめっちゃあります。オーディオはね、なんか結構あるかなと思ったんですけど、サッカーもあるんですね。あります、あります。知らなかった。そうなんです、うん、そう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 、あの案にないけど、オーディオより露骨じゃないけど。でも どんなマウントがあるんですか。あ、だからなんすかね、モロッコ代、なんかモロッコ代表とかって、はい、結構いいチームにいっぱいヨーロッパで、所属してるの、はい、そこそこのチーム、はい、だからめちゃくちゃタレント軍団って言われてるんですけど、うん、普通の人とかはもうメッシとか、うん、ネイマールとかって感じじゃないですか、うん、だからいないからモロッコ代表なんてって思うんだけど、実はすごいですよ、すごいチームモロッコ代表、うん、でそこを応援するみたいな。え、で、あ、知らないのみたいな、サッカー見てないみたいな、サッカー知らないんだよ、お前みたいな、みたいなのがあって、まあ、なんかそういうサッカー通みたいなのがいるんだけど、うん、で、なんか結構、これね、もう名前出しちゃおうかな、はい、エクリプスの白井さん。あ、白井さん、はい、めっちゃサッカー詳しいです。あ、そうなんですね。めっちゃ俺よりも詳しいですね、全然。で、白井さんもと意見は一致してたんだけど、はい、うん、なんか、今の代表強いっつって、うん、で、白井さんだって勝ち、あ、勝ってですね。うん、9時も勝ってるんですね。トトとか。そう。だから、
みんななんとなくじわっと 全体的に 10%、20% ぐらい上手くなってるみたいな、めっちゃスター選手みたいなのいないかもしれないけど、なんか昔のデンマークとか、それぐらいのなんか実力はあるのかなみたいな。じゃあベスト8いけますか？いや、ワンチャンあると思いますよ。あの4まではちょっと何が起こるか分かんないんですけど、僕は相当な実力があると思ってますね、日本が。で、そのなんか日本代表とかもう監督ですら、そこのポテンシャルになんか気づいてない部分もあるんじゃないかなって思ってます。むしろ。そう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 。まあ口ではね、本田みたいにやるから優勝しますとか、言ってる人もいるんですけど、いや、意外となんか相当強いんじゃないかな、まあ、みたいなのは思いますし、まあ勝っても負けてもそうだし、まあでも逆に日本が全てでもないので。なるほどなるほど。はい。あの B&W もあるし。そうそうそう。ね。タンノイもあるし。タンノイもあるし。ってことで JBL。はい。はい、ありがとうございます。ジェって用意したら、あ、そういうことかみたいな。そう、ジェって言った通り。いやー、有能だな、やっぱりペガサス。あれ、太田君だったら余裕で JBL って言ってましたね。はい。はい、いうことで今日はね、あの JBL。はい。はい、JBL。我々もね、あのオーディオというワールドカップをもう年中開催してますから、はいはい、我々はあの人らは4年に1回かもしれないですけど、我々も毎日毎日ですからね、はい、でもあれですよ、はい、本当にあの日本代表すごいなとかなるじゃないですか、はいはいはい、はい、なりますなります、うん、それはダメです。それダメ、え、それダメですか？ダメです、うん、なんでかって言ったら、はい、あの皆さんの業界でも、はい、なんか鉄鋼業界とかでもそうだし、結局その日本代表サッカーのプロじゃん。サッカーのプロですね。オーディオのプロ、あの人だよ、オーディオのプロじゃない。はい。だから俺ら一緒ぐらいすごいんですよ。なるほど。じゃあ、じゃない？いやいや、ですね、オーディオのプロ。お金もらってますからね。そうそう。だから、全く一緒の目線で、はい、あの、入れないとって、そう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 。そういうことですね。あ、まあ、あの人はあの人で頑張ってる、はい。俺らはでも、毎年、はい、もうずっとワールドカップなんで。ワールドカップですからね。はい。動画も頑張ってますから。はい。はい、いう感じですよ。まあ調子に乗っているとかそういうことじゃなくて、はいはい、まあ、それぐらいの気持ちで挑んだ方がいいんじゃないかっていうのが僕の持論です。わかります。だからもやし工場だったら、はい、もやし日本代表。日本代表、もやし日本代表。うん、結構ね、言われると思います、はい、それは。そう。だからペガサスもオーディオの、はい、まあ本当に先日もね、アコリバの石黒さん、はい、あのそういうもうすごい人いっぱいいるじゃないですか。はい、いっぱいいます、いっぱいいらっしゃいます。はい。はい、そこの代表の末席に、はい、入れるように頑張ってもらう。頑張ります。いうことです。はい。はい、まあいいや。はい、で、まあアメリカ代表、アメリカ代表といえば JBL ですね。はい。はい、ジムラ、ジムラン。はい。はい。未だにジムランっていう人もいますけどね。そうなんですね。はい、ジェームス B ランシングでしたっけ。はい、です。はい。JBL ですね。で、なんかね、中高が入荷してるんですよ。はい、そうです。4311の。はい。これ、僕と誕生日一緒です。え、そうなんですか？1975年。はい。だから、法律は40、まあ、これオリジナル製造ではないと思うけど、はいはい、あの、発売したから4311っていうのは46、7年。7年。僕47歳になったんで。はい、え、同い年なんですね。はい、この間同級生ということで、まあ、あのかなり親近感があのバキバキありましたなっていう感じなんですけど、はい、この4311が、入ってきました、はい、そして、4312G ですね、はい、これはあのホワイトもね、あの出て今話題になってますけど、そうです、めちゃくちゃかっこいいですね、はいはい、でもまあさすが JBL だけあって、うん、もうはっきり言ってめちゃくちゃ人気あります。めちゃくちゃ人気ですね。もう JBL って言ったら、はい、わーみたいな、もうみんな知ってますからね、はい、ぐわっともうで、いきなり問題発言しますけど、問題発言、はい、マジであの JBL の、はい、まあ、スピーカーって言ったらもう JBL みたいな感じになってるのかもしれないですけど、はいはい、JBL ってやったらめちゃくちゃ再生回数いくんですよ。そう、YouTube ね、上がっちゃうんですよね、はいはい、でもマジであの JBL 好きな人、はい、今から JBL やるのにどうかと思うけど、はい、もっといいスピーカーいっぱいあるんで、はい、あのいや JBL めっちゃいいですよ、はい、だから俺らも好きだからやりますけど、はいはい、あのそれだけじゃないですからね。なんでオーディオショップ、全国のオーディオショップに、はい、もう北はもう大阪屋から南はマックスオーディオまで、はい、もうすごいやばい店いっぱいあるんで、はいはい、いろんなスピーカー
聞いてください、ね、JBL しか知らんよっていう人はね、うんうん、確かにって言いながら JBL の JBL の紹介2つとも JBL っていう 4312G ですね、はいはい、ですね これは現行のモデルになります、はい、もう大人気ですね、はい、今あのちょっとスタンドがこれもどうかと思うんですけど、はい、あのちょっと高い感じなんですけど、はい、これあの動かしてね、はい、あのちょっと比較視聴をかりまし た, したいなと、はい、楽しみですね。これも一緒の系譜なんで、はい、何だったっけ、73年だ、ごめんなさい、なで4310ってのがあって、4311、ごめんなさい、73年だ、2個上だ、俺のっていう感じなんですけど、はい、なんと、はい、この 4312G は、はい、あの一緒の系譜なんです、まあ、43シリーズっていうのは。なるほど、見た感じはなんか似てる感じはしますね。寸法もね、はい、もうほぼ一緒ぐらいだと思いますね、はいはいはい、ちょっとペガサスこうやって、はい、こうやって、はい、軽くですね、はい、こうやって持ってみます、はい、どっちが重いですか、はい、うん、あ、全然違う、全然違う、全然違う、どっちがどうですか、こっちの方が、うん、これね、これは割とポンと思ってたんですけど、これなんかめっちゃ重いですよ、詰まってるかもしれません。なるほど、はい、はい、まあどっちが重いのかは、うん、ちょっとあの印刷してません。あれなんで、分かんない、こっちの方が重いのは、はい、でも分かんないです、はい、どっちが重いか分かんないですけど、まあでも大体似たような感じですね、はい、はい、で、はい、JBL が、はい、4311が誕生したのが、はい、もう読みます、はい、1973年ですね、はい、で4310の後継モデルとして、はい、出ました、はいはい、で、スタジオ仕様、はい、うん、レコーディングとか、うん、だからまあプロ用のものだったり、あとラジオのさ、ラジオ局のモニターとか、なるほどです、はい、うん、いう感じですね。で家庭用のモデルとしてそれに対して普及したのが、はい、もうみんな大好き、はい、L シリーズ、 L シリーズ、 L100 とか、ね、センチュリーとかですかね、うん、はいはい、っていう感じですね、はい、で、プロ仕様で製造されたものを、家庭向けにっていうのはもうその L シリーズではあったんですけど、はい、まあ、今はまあ、流れてもうスタジオとかそんなことはどうでもよくなって、オーディオファンおなじみという感じになってますね。なるほどです、はい、で、4312と4311の大きな違いとしては、はい、まあ、ユニットかなと、もうみんなね言うんですけど、うんうん、アルニコ、うん、アルニコのマグネットを使っていると。でそれがやっぱり、昔のやつをヤフーオークションとか、はい、そういうメルカリとかで買うという人は、はい、やっぱアルニコの虜になってる。なるほど、アルニコモデルがいいんですね。いいんかどうかは、はい、これから聞いてみます。なるほど、はい、分かりました、うん、何でもアルニコがいいって、はい、みんな言ってるんですけど、本当にそうなのかって。あ、なるほど、はい、実験も兼ねていうことですね。分かりました、はい、でも全然良くないですとかって言うとめちゃくちゃ怒られるんで、怒られそうですね。それは言わないですけど、分かりました、まあ、とにかく今ちょっとフラットに聞いてみたいな。そうですね、うん、はい、思って、ちょうどね2つ あるからさ、っていう趣旨でございますということ で、はい、でこれに関しては、はい、キャビネットが、まあこれ中古です、はい、中古でなんとこれ安いですよ、税抜きでも23万お部屋で、でレストアしてあります。そうですね、これパッと見せるんですから、ね、こっちの方が白く見えるんですよ、うん、ちょっとライトの加減であれかもしれないですけど、ね、こっちの方が現行モデルなのにやっぱリストアしてるせいか白く見えます。そうですよね、はい、うん、ね、いう感じなので、はい、相当状態いいです、はい、はい、いうので、楽しみだなというところですね、はい、で交互に交互というか順番に聞いていきたいと思います、はい、で、4312 の、あれも紹介して、はい、お願いします、はい、70年代初期に登場したモデル4310ですね、はい、を総として、4311、そして4312、はい、そして 4312A
から、4312E までですね、はい、進化を続けてきた JBL のロングセラーモニタースピーカーに、はい、の最新モデルが 4312G という。本当にこれも KF なんですね。そうです、そうです、はい、で70周年記念として登場したモデルになりますね、はい、JBL が、はい、で 4312SE と、はい、70周年記念モデルになったのが 4312SE ですね。ありましたね。 G ではないです、すいません、はい、で、30センチウーファーですね、3ウェイの最新コンシューマーバージョン L100 クラシックの技術要素を移植した、うん、新しい、コントロールモニターの誕生です、はいはい、ということが書いてあります。はい、はい、まあ、特徴としてはね、まずウーファーですね、うん、30センチですね、はい、ネオジウムですよね、これはネオジウムマグネットだと思うんですが、はい、はい、ネオジウムだな、はい、あれ書いてあります、確かに、まあいいや、はい、はい、で、K2S5800 のために開発された、1200FE 系のユニットの特徴を受け継ぎながら、最新の解析技術を取り入れ、より、歪みが低く、高分解能なサウンドに生まれ変わったということですね。はい。で、あ、ネオジウムって書いてありますね。あ、よかった、ネオジウム。はい。ツイッターですね、はい、新世代のモニターに課せられた超広域レスポンスを獲得するために、アルミマグネシウム、合金、ダイヤフラムと強力なネオジウムマグネット採用の 25mm ドームツイッター搭載と、はい、いうことですね。はい、はい、まあまあそんな感じでございますけど、はい、まあ普通にね、普通な感じですね、こういうとかも、まあ、調整できたりだとかみたいなのもあるんですけど、はい、まあ基本的な構成みたいなのってそんなに変わってはない、変わってないですね、はい、ので、まさかにこれ 逆ですよね、ウーファーの位置が、そこはちょっと思ったんですけど、そうですね、はい、それはあえてこう逆に置いてる人も、はい、いるくらいなんですか、まあ、いろいろあるんですけど、基本的には、はい、まあ、この仕様で聞いてみましょう、うん、なので、まあ、リスニング の、はい、上下が、ね、はい、あるんで、そこは差し引いて視聴したいなというふうに思います、わかりました、はい、はい、ということで、はい、ただまあこれよく見ていくと、はい、全然ユニットも全然違うので、ユニットが違いますよね、はい、割とね、別のスピーカーと言っても過言ではない、なるほどです、サウンドの方向性なんかも含めてですね、うん、ちょっと、まあ、我々の方でね、はい、個人的な感想ではありますが、はい、やっていきたいなと思います、はい、じゃあちょっと聞いてみましょう、はい、では今日もスパニッシュハーレムをおかけしていきたいと思います、そうですね、はい、じゃあシステムのご紹介から恒例の行かせていただきましょうか、そうですね、はい、ちょっとクズナ君とかが、はい、マッキンでやった方がいいんじゃないですかとかっていう、はい、いいアイデアをいただいたんですけど、はい、まあ、いつもねこれでやってるんで、そうですね、オーディアでやってこれの環境でやるとどうなるのかみたいなのは、はい、これちょっと触れてませんか、あ、ギリ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 見てるのか、ギリギリ、あ、じゃあ喋ってください、はい、じゃあちょっと今陽介さんにみんな気になったようなので、システムのご紹介いきますね。プリアは SDIC のグランディオーソ KYX で、そこからプリアンプ、コンストレーションオーディオのピクター、そしてオーディオのスレメント8で、鳴らすスピーカーは4311ということで、まあ、鳴らすアンプより上流はかなりね高額な機械が多いんですけれども、まあ、先ほど陽介管理人が言ってくれたように、いつものシステムで聞いていただくとより他のスピーカーとの違いが分かるんじゃないかなと思います。あとはこの 4311、4312G に対してもこれだけのハイエンド製品で鳴らせば、まあ、そこというか、まあ、どこまでねの音で鳴ってくれるかっていうのを皆さんに楽しんでいただけるのかなというのはね、うん、改めて思いますので、なるほど、マッキントッシュとね、はい、もちろんいいと思うんですけど、うん、まあ多分その音は皆さんある程度いろんなショップさんとかでも、うん、むしろもう持ってるよっていう方もいらっしゃる、ジャズ喫茶とか、ジャズ喫茶とか、うんうん、ただこの組み合わせで聞くっていうことは多分ほとんどないと思います、いや、まあ、ないと思う、だって日本で、ね、ほとんどワンセットここしかないでしょ、なんか最近は ある、あ、なんかあるらしい、あ、でもなんかどっか入れてくれたのかな、入れたんだと思う、ああ嬉しいですね、はい、うん、
まあ、でも聞けるとこはほぼないと思いますので、うん、まあ、この環境で聞いていただくっていうのも一つね、価値のあることだと思いますので。なるほど、なるほど、はい、あれも聞きませんか、あれですか、モーティブのレコードも。ああ、あのレコードで聞いてみますか。はい、はい、ということでございまして、はい、早速じゃあ早速4311からですね、はい、を、スパニッシュハーレムで聞いてみようということなんですけど、はい、最近ですね、エソテリックね、これの T1 がなんとうちに入っております。まあ化け物ですね。すごいですね、はい、これがやっぱりハイエンドターンテーブルっていうことなんですかね、吉川君。いや、もう素晴らしいと思いますね、はい、まあ、高いから、まあ、どれぐらい売れてるのか知らないですけど、はい、もうちょっと超絶な感じ、はい、で値段に見合ってるのかどうかも高すぎて分かんないんですけ ど、めっちゃいいですとにかく。だから本当にハイエンドなレコードプレイヤーを探してる人は、うん、はい、ぜひ聴きに来てくださいということで、はい、アナログでも聴いてみると分かりました思います、はいはい、じゃあちょっと今日、はい、ちょっと近距離ですけど、ね、はい、じゃあまずスパニッシュハーレムから、はい、お聴きいただきま す。ボリュームを OK でございます。じゃあいきます、はい、お聴きください。はい、There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun, she only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.デッドバンディ、ウィッシュ・イット・ウッド・レインですね、はい、はい、の A の1曲目で、はい、いきたいと思います、はい、まあ、僕のものすごい仲のいい友達のレコードですね。でもね、これ多分ね、これ使ってるから結構売れてるんですよ、はいはい、あ、本当ですか。多分今度モーティブ呼んで番組やりたいですね。
楽しみだな。いや楽しみですね。どれだけ変わってくるか。50年、半世紀ですからね。ああ、違う。There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.Start a fire there and then I lose control and have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden.ターンテーブルにしてみます。ターンテーブルね、はい、お願いします。さっきと全く一緒のボリュームでいきたいと思います。はい、デッドバンディ、Wish It Would Be次からはサッカー入れます。だってオリンピックの時とか結構やってますね。やってました、やってました。何をやったかも覚えてないですけど、はい、でもなんかやりましたね、はいはい、じゃあまず 先にね、4311聞いたんですけど、うん、レベッカ・ミゾンまず聞いてスパニッシュ・ハーレムに気づいたのは、はい、やっぱりボーカルがこっちの方がなんかこうしっとりというか艶やかで、うん、聞きやすいというか、うん、聞き心地がいいというか、うん、
うん、そういう印象を受けました。で、定域に関して言えば、うん、まあよく言えば雰囲気よくこうふわっとなんですけど、まあ、悪く言えばちょっとぼやけてるかなという感じもあるんですけど、うんうん、ただスピーカー全体として見た時に、うん、なんかこう安心して聞けるというか、うん、聞き心地がすごく気持ちよくて、はい、あ、こういう音もありなんだなっていうのが一つと、うん、その後に聞いたこう 4312G と比べてみると、うん、なんかいい意味でこう古い良さというか、まあ今の現代的な音とはちょっと違うような感じの音が私は感じられて、うん、4312G がじゃあどうかっていうと、うん、こっちの方が低域も閉まっていて、まあ、全体的にクリアで、で最後にモーティブかけたんですけど、うん、まあ、それ、うん、モーティブの良さなんか、あのこうドラムのキレだとか、うん、そういうところの表現力っていうのはすごくよく出てました、うん、なのでまあ、こう半世紀ぐらいの、まあ、差があるとは思うんですけど、そうね、半世紀近く、うんうん、まあ、結構ね音が違うなっていうのは感じたんですけど、ただその JBL のその音楽の楽しさみたいなところは失われず、この4312G だとすごくなんていうのかな、まあ、現代的というかすっきり解像度も高く聴けるし、うん、でもこれはこれでなんかその古き良きなんかこう安心して聴ける艶やかな音、うん、っていうのもありつつ、うん、かそれがアルニコのせいなのか、それともこのツイッターがドウハが反対なのかちょっとわからないんですけど、まあ、明確に音の違いがあって面白いなと、うん、50年間これ進化したのか退化したのかっていうと、うん、もうおそらく進化してしたんではあろうと思うんですけど、スピーカー自身は、うん、ただじゃ絶対にこっちがいいかっていうと、まあ、こっちがいいっていう人もいればこっちがいい人もっていうのも絶対いるのかなと思いました。ただ、うん、私の好みだけで言えば女性ボーカルはこっちで聴いて、うん、ふわっとした感じのやつはで、まあ、打ち込み系とかロックとか、まあ、こっちの方が楽しいのかなっていうのはなんか単純に思いました。なるほど、はい、うんうんうん、いかがでした、陽介さん。めちゃくちゃいろんなことを思いました、いろんなこと思いました。思うところはだいぶありました、はいはい、うん、で、ちょっとね、はい、まあ、僕がいいポジションで聴かせてもらってて、はい、ちょっとね、印象が若干だけ違うところがあるかもしれないんですけど、こいつはもう本当に、ね、それこそアルニコの、まあ、この時代のものがやっぱり JBL がいいみたいな人いると思うんですけど、はいはい、まあリアルだし、はい、まあ中高域はピュアな感じはすごく出てて、なるほど、なんか明快ですごい気持ちいい、はい、聞いてて本当に気持ちいいな、うん、だからなんかオーディオとしての快楽みたいなのが、はい、もうそこに確実に存在してるな、なるほど、うん、そういう意味では、はい、オーディオとしての快楽っていうか、そのなんかピュアとかリアルとか、うん、そんなことどうでもよくて、うん、はい、スピーカー聴いてて楽しいとかっていうのって、もうその40年以上前とか、まあ、50年っていうかに完成されてたのかみたいな風に思うと、今まで一体何やってたんだろうみたいな思いに駆られるというか、だからその今の現代スピーカーを、まあこれをヴィンテージと言っていいのかどうかわからないけど、まあヴィンテージではないのかな、まあよくわかんないですけど、あの昔の方が良かったっていう人といるじゃないですか、うん、います結構いらっしゃいますね。めちゃくちゃ分かりますよ、気持ちは、うん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 、めちゃくちゃ分かる。僕もこの4311聞いて、はい、もう素晴らしいなと、うん、なるほど、いうのはめちゃくちゃ思いましたね、うん、なるほど。 でその中高域中域のまあこちらのね、はい、スコーカーと、スコーカーとツイッター、うん、あ、ツイッターとね、はい、っていうのと、こいつが、うん、まあ当然ユニット分かれてるから、はい、世界観みたいなの分かれてくる、うん、はい、で、クロスオーバーみたいなのが、うん、まあそういうこと言うなって話なんですけど、はい、
一応評論しないといけないから、はいはいはい、自分なりにですよ、はい、あなた様の方が絶対詳しいと思うんだけど分析すると、はい、分析すると、はい、僕のエンジニアの耳、あの、はい、エンジニアとしての作曲、はい、作曲してるんですけど、はい、僕マスタリングとか、はい、ミッシングとかやるときにまあ仕事しにくいね、これ仕事しにくいこれだからスタジオスタジオモニターって言いながら、ちょっとね、どんな感じですか、中息がもられてますか、息ぐらいにちょっとディップが感じられるんですよ、はい、ディップ感じられる、なるほど、なんでイコライジングとかちょっとやりづらいなみたいなのが正直なところ、うん、なるほどです、だね、その分さ、なんかスポッて、はい、ちょっと、わかんないですよ、はいはいはい、うん、測定してるわけじゃないから、はい、わかんない。いつもまあでも使ってるモニタースピーカーもそうだし、はい、まあこのその後にこいつ聞いてもそうだし、はい、まあ B&W とかもいろんなスピーカー聞いた中での感想ですよ、はい、うん、うん、でスポッて抜けてるから、はい、逆にその上と下が上と下がバシッてなってるから、はいはい、だから楽しいんだなっていうのがあって、あえてちょっとそういうところで個性を持たせてるんですかね、そう、だからさ、なんかあのプロのミュージシャンの人とかって、うん、はい、意外と JBL とか、うん、タンノイとかそういうのが好きみたいな人が結構いっぱいいて、うん、はい、要はなんかファンタジーの世界なんですよ、僕からしてみたら。なるほどなるほど、夢があるというか、ちょっとリアルとはちょっと違うんですよ、そう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 、うん、仕事はしにくいんだけど聴くって楽しいみたいなそういうのがたまんないですね、うん、絶対気持ちいいのこっちだと思いますね、もう私もそう思います、うん、ね、女性ボーカルをペガサスが聴くんだったらこっちって言ったらもうすごくよくわかります、はい、で、具体的に言うとスパニッシュハーレムで言ったら、はい、ドゥーンドゥーンドゥーンっていうウッドベースのところと、はい、ボーカルとか、はい、まあよくあるマラカスとか、はい、ギターとかみたいなところが、うん、結構パキッて分かれてますね、パキッと分かれてましたね、うん、明快なんですよね、なるほどなるほど、だから聴いてて気持ちいいし、メッセージが明快じゃないですか、うん、なんか話してても、なんか、いや、で、結局あなた何をおっしゃられたいんですかみたいな人って、なんか腹立つじゃないですか。そうですね。それなんかもう、あ、バカですみたいな、バカです、これがじゃないよ、はい。そういう人みたいな、話してても、明快な人とかっているじゃないですか。います、います。うん、いや、僕はもうこうだみたいな、とか、なんかそういうメッセージ、なんか楽器とかスピーカーとか、まあ、アンプとかも、オーディオ製品もそうなんですけど、メッセージが明快なもの、俺はこうだみたいな、他は知らんけどみたいなのって聞いてて気持ちいいじゃないですか、そういう強烈なメッセージがあって、なるほどです、うん、それはなんかやっぱアルニコ、アルニコだからなんですかね、うん、だからなんですかね、アルニコ、いや僕はクロスオーバーの、あの性も結構あるんじゃないかなと思ってて、あのただまあアルディコのサウンドの質が高いか低いかみたいなところで言ったら、はい、確実に魅惑的ですね、そうですね、だから分かる、はい、めちゃくちゃ分かります、はい、うん、そこにやっぱり人気の秘訣があるんですかね、そうですね、はい、うん、いやたまんないですね、だからもう JBL ばっかり売ってるお店さんとかあるんですか、うんうん、あります、あります、分かりますね、なるほど、うん、僕もなんかそういう入社しようかなみたいな本当ですか、よしかわり、はい、いやいやめちゃくちゃ良かったです、はい、これだって27万でしょ、20ペア3万税抜きで、おっと兄さんがちょっと買った方がいいっすよ、ね、皆さんなんか状態めちゃいいし、うん、ね、レストアしてます、なんで売れないんだろう、わかんないです、いやこれ絶対買った方がいいですよこれ、はい、あと一応ねこれガリア出ないです、アテネタです、アテネタガリアになってなくてちゃんと聞きますもんねですね、はい、で4312時、いかがでしたこれは、まず最初に思ったのはだからクロスオーバーですね、僕は、うんうんうん、4311と4312時と比べた時につな、はい、がりがこっちのが圧倒的に自然になってます、ね、なるほどなるほど、なので JBL なりにピュアな世界というかな、うん、そういうものもやっぱり歴史の中でこう、はい、なんか追求してきた、うん、で完成度がやっぱ非常に高い、うん、ですよね、うん、ただなんかそのこっちを聞いた後にこっち聞いちゃうと、はい、なんかこっちのあっけらかんとしたような、はい、カリフォルニアみたいな感じの世界観みたいなの、
よりもやっぱり賢くなってるよね、はい、優等生みたいなイメージはありました、うん、はい、ただじゃあ JBL のエッセンスがあるのかないのかって言ったらやっぱ確実にあって、そうですよね、はい、うん、だから中低域、うん、中域、中低域もうみたいなのはもう圧倒的にいいし、うん、なんすかね、なんて言えばいいんかな、音像感、はい、みたいなのもう圧倒的にこっちの方が自然体な感じがしましたね、うんうん、これはとにかくなんかちょっと使いオールラウンドな感じはしないというか、うん、オールラウンドな感じはしないですね、むずいですね、うん、こっちはこっちの方が使いやすいかなっていう感じ、いやまず間違いないんじゃないですか、はい、うん、だからなんかこの音を嫌いっていう人がたまに出そうだなって思います、うんうん、ああそうですね、4312の方がみんな、あ、安定してていいなみたいな、うん、あ、それはでもご接客させていただいててなんか感じますね、なるほど、うん、うん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 、っていう感じですね、だから何かけてもそこそこしっかりなってくる、120点は取れないけどなんか9大点の60点以上はみんな取れるみたいな、そうそうそう、なんか今なんかそのいろんな変遷を経て、うん、ここにたどり着いたっていうのは分からなくもないなっていう感じはしますね、うんうん、はい、でまあ、結果的に、はい、今そのデフレとかそういうのがあって、はい、これ20、これ定価で27万ですね、定価で、定価でっていうことなんで、気づいたらですよ、はい、これ超お買い得じゃないですか、いや超お買い得です、今気づけばだって定価でしょ、定価です、もっとペガサスプライスが、ペガサスプライスは全然あります、それでお問い合わせいただければ、ペガサスプライスでしょ、はい、羽生えちゃう、まあ、例えば25万とか、はい、まあ、ちょっと分かんないですけど、はい、分かんないですけど、まあ、そういうのも視野に入ってくるみたいな、はい、いやもう全然、はい、って気づいたら、はい、今このデフレの世の中で木材も上がってます、はい、金属も上がってます、はい、っていう中でもう樹脂とか、はい、もう石油も上がってますよね、はい、っていう中でこれ20中盤とかで買える、はい、買えると安くないですか、いや安いです、今となってはですよ、めちゃくちゃ安いと思います、うん、すごくお買い得ですよね、うん、でこれ定価確か20万ぐらいなんですよ、47、8年前で、うん、これが27万ぐらいだと考えると、うん、そんなに値段的には反省して頑張ってるよね、いや頑張ってます、よく頑張ってるな、うん、だからやっぱり僕は、はい、JBL すごいなって、はい、だってさ、なんかこれとかさ500万とかするわけでしょ、B&M とか、はい、そうですそうです、また値上げしますね、でなんか、はい、ねえ、でなんか100万とか200万とかあるじゃないですか、まあ、高いじゃん普通に、いやもう買えないですよ、洋介管理に普通に、うん、まあ、買える人はね、買える人は買える、まあ、買える人は徹底的に買えないじゃないですか、買えないどんだけいいと思ってようが、はい、でもこれだったら30しないわけでしょ、うん、しないですだって金利無料の、はい、36回お題オーディオスペシャルのローンを使って、はい、今期間限定ですよ、はい、あります、まあ、それ全然宣伝じゃないですか、はい、宣伝じゃないけど36回で金利手数料全部うち持ってるんですよ、はい、そう、うちが持ってるんです、はい、はい、悲しきことに、はい、そうするとだって月8000円とかで手に入るんですよ、そういうことです、そういうこと、7000円とか、はい、7000円とか、7000円ぐらいですかね、うん、そう思うと、うん、これぐらいの値段が普通のさ、だってまあ年収で言ってもさ、はい、その300万とか400万とか、うん、もう普通じゃないですか、そ、そうですね、それぐらいが普通ですね、っていうことはだってこれでも年収の10分の1なわけでしょ、そう、まあ、そう考えると近いわけじゃん、高いですよね、そうだけどそれで分割で買っても、はい、まあギリだと思うわ俺、はい、うん、まあ、それがこういう音をしてるっていうのはすごい心強いなと思いました、うん、やっぱりJB のブランド力というか企業努力というか体力ですよね、うん、これが今でもこの価格で出せるっていうのは、そうですね、はい、で、使いこなしのポイントをちょっと話し合いたいんですけど、はい、まあこれはさ、はい、一点もだから買いたい人買ってください、ね、これ早くしないと高くなりますね、でもちょっと洋介さんにこれ今聞いてマジで40万円ぐらいにしたいって思っちゃいました、でそれぐらいね魅力的ですよね、ちょっと値上げしませんか、値上げします、今値上げしか23たちょっとね、23万8000円の税抜きだったと思います。23万8000円の税抜き。ちょっと見てきていいですか、すぐ見てみて。あ、じゃあ書いてありますから。書いてある。はい。
えっ、ー、とね、いくらかっていうと、税込みで27万円ぐらい。そうそう、それぐらいです。ちょっともう値上げします、これも。ダメです。もうあの、こんな 安すぎる、この音でこれは安すぎるわ。にもう、なんとか20万円ということで、税込みかな、はい、まあ、29万8000円。はい、税込みで29万8000円。もう値上げします。これダメだ、これ。この値段で売ってたら。逆にダメ。はい、もう音優先なんで。はい。わかりました。まあいいや、はい、で、これはそういうことで言ってもらうんで、まあ、これですよ、これですね、これの使いこなしのポイントみたいな、うん、ジャンル別でもいいし、はい、なんかアドバイスとかありますか。まあやっぱりこの価格帯に合わせるアンプ、うん、そうね、かなと思うんですけど、うん、これがね、意外と、うん、マッキントッシュももちろんいい、マッキントッシュももちろんいいんですけど、うん、私が好きな組み合わせはアーキフェーズなんですよ、意外と。おぉ、の E の280、うん、280、うん、なんかを、まあ、高いですけど組み合わせていただくと、うん、これがね、またなんていうのかな、また絵も知れぬ魅力的なサウンドになるんですよ。なるほど、なるほど、うん、使い方のポイントとしてはもちろんこちらのアテネーターもあの気分に変えて使っていただくんですけど、うんうん、アキフェーズにもトーンコントロールあるんで、うん、そこでコントロールしていただくと、うん、アキフェーズのトーンコントロール優秀なので、うん、もちろんね、ピュアダイレクトのモードに比べたら音質は下がるんですけど、うん、まあ、ビビたるもので、うん、それ以上にあのトーンコントロールで調整した音と、まあ、好みの音に近づけるんですけど、うんうん、まあ、それをしていただくとよりいいんですけど、しなくても、なんかこう、すげえいい感じで組み合わせで聴けるので、うん、まずアキフェーズのアンプはおすすめなのと、うん、あとはあのアメリカンな、まあスピーカー、まあ、もうアメリカで作ってるんでアメリカンな音がするので、うん、まあ、アメリカのさっきも言ったようにマッキントッシュのアンプとかが合うって言ったんですけど、うん、これが意外とヨーロピアンなサウンドのアンプ、うん、それこそうちでよく売れたベナ2であるとか、いや言おうと思ってます。あ、やった、取った、はい、取った、うんうん、あとはプライマーだとか、ああ、はい、ベナかな、いや、もうなんだな、はい、プライマーありだとかと組み合わせていただくと、これまたちょっと違う感じのケミストリーが起きるんですよ。うん、なるほど。なので、あの、まあ、J ビルって言ったらマッキントッシュも3回行ったんですけど今、あの、うん、まあ、そこだけじゃなくて、それこそいろんなアンプと組み合わせていただける、間違いない、僕めちゃくちゃ訴えたいですね、それは、はい、はい、ので、まあ、そこはね、あのご相談いただいてもいいですし、お便りにもあるので、まあ、聞いていただいて欲しいんですけど、うん、まあ、何が言いたいかというと、いろんなアンプで組み合わせてくださいっていうのは、それこそが使いこなしかな、使いこなしになってないですけど、答えは一つではないですよね。そう、一つではない、うん、なので、あの、まあ、JBL とマッキントッシュっていう組み合わせももちろん素敵なんですけど、それ以外にちょっと視野を広げていただいたり、うん、あのご相談いただいたり、まあ、できればご視聴いただくとね、うん、すごいいいと思いますよ。新しい発見ができるっていうところで、まあまあ、使い物したらだからアンプですね。私はそう思います。なるほど。はい、アンプですね。奥深いですね。はい、とりあえず、なんていうんですかね、こう、どういう音楽を聴くかっていうのと、どういうサウンドを目指したいかみたいなのによって、ああ、そうです、アンプが変わってくる。そうそうで、はい。でもまあ、私とペガサスも共通してると思うんですけど、はい、この JBL の43シリーズに対して、はい、アンプはマッキンだみたいな、うん、あの、それはもう黄金の組み合わせで、はい、昔からの、はい、で、かっこいいです、正直言って、うん、かっこいいんですよね、めちゃくちゃかっこいいです、はいはい、それは認めます、はい、認めますけど、うん、あまりにもそれが反を押したようにそういう風になっちゃってて、はい、あんま面白くないなって思ってるのは事実ですよね、はい、僕らが、はい、うん、で、例えばそれトライオードとかの真空管とか、はい、ああいいですね、ちょっとパワーが心配だけど安いやつになると、はい、まあでも全然ありだし、ありですね、で僕はそう、さっきペガサスが言った、ベナ、ベナ何でしたっけ、ベナ2、ベナ2、ベナ2な、ブランド何でしたっけ、クオード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 のベナ2とかですね、はい、10万円ぐらいのやつなんだけど、そこそこパワーがあるみたいな、はい、はいはいはい、ベナ2とかは現実的にかなりいいな、そうですね、と思いますね、はい、で、あと、はい、そのこいつの使いこなし術としてはですね、
買った時はこういうパターンがあるんです、はい、JBL 入り口にしてる人って、はい、なんかジャズ喫茶とかでブルーノートのなんか昔のやつボン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 みたいな感じで、やっぱ JBL だよねみたいな感じで行くんだけど、それ買いました、はい、買いました。でオーディオの使いこなし本とか読みますみたいな、はい、でケーブルどの本みたいな、でオーディオ詳しくなった時に、はい、あ JBL だけじゃないんだみたいな、はい、なるほど、気づくってパターンあるじゃないですか。いや全然めっちゃ多いめっちゃ多いと思う。でそっからなんか、あえ B&W ってどういうやつなんだろうとかいろいろあった時に、でじゃあ今度オーディオショップ行ってみようって言って、はい、うんうん、B&W 聞いた時に、あれ全然攻撃とか全然違うじゃんみたいな話になって、なりますなります。だけどすごいもう買っちゃったから、はい、その持ってるこいつで何とかしよう、はい、しようと、はい、あ、よくあるあるです。あれも全然あるあるです。あるあるあるです。でその時に、はい、こいつを、はい、メッセージがはっきりしてるんです、その43シリーズ自体が、はい、JBL のそのスピーカーケーブルでバランス取るとか、はい、あとはそういうアクセサリー、うん、チューニングでバランス取る、はい、だから30センチウーハーが、やっぱりポイントで、ここですね、はい、これでかいですもんね。で良くも悪くもなんですよ、これ、まあ、当然これ紙で、紙です、はい、できてます、はい、で定域がよく紙臭いって、はい、言いますね。言うんですけど、まあ、匂いはしないんですけどそうですね、紙っぽい低域、はい、要は信号がドーンって入った時に、はい、その金属の、はい、例えば、B&W とかだと、ウーハーの素材は、ケプラじゃなくて、コンチニアムコーンですね。はい、コンチニアムコーン、はい、ほらカーボン、カーボンでできてたりだとか、805とかだと、はい、アルミとかな、その、はい、金属を織り込んだ固めのやつに来てるわけですよね、はい、でそれに対して紙ですか、ね、はい、そう、紙だとこういうウニョンウニョンウニョンって超スローで、はい、だから粘るし、うん、振動のスピードも遅い、はい、遅いですね。そして戻る、もやむのも遅い、はい、そうするとブブ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 っていう低音、連続低音に関しては当然これはぼやっとしてしまう、ぼやっとしますね、はい、そうすると、うん、うちの手持ちのこいつでもうちょっとキレを出せれないのかみたいな時に、さあどうしたらいいだろう、まあみたいな風になったりとかしがちなんですよね。で、そういう時にやっぱりケーブルだったり、そうですね、アンプとかもそうだし、だからさっきペガサスが言ってたことがすごい面白くって、プライマープライマープライマーっていう、はい、デンマークだとかフィンランドかな、なんか北欧ですよね。北欧です、北欧です。北欧の、はい、ブランドがあるんですけど、本当にこう攻撃がスーッと綺麗な、でワンチャンそのネットワークプレイヤー付きのやつも、うん、そうありますあります、プリズマってやつですね。プリズマ、はい、うん、でそういうちょっとデジタルっぽい感じとか、攻撃、うん、SN 良くて攻撃伸びるやつとか、うん、組み合わせるとまたちょうどいいところに着地したりするんですよ。そうなんですよ、なんかすげえバランス感覚がね、プライマーいいんで、これと合うんですよね。ですよね、はい、そう。だから、そのあえてマッキンとか、まあ、トライオードとか、はい、雰囲気合わせちゃうと、はい、もう予想の範囲内の音しか出ないから、そうなんですよね。つまんないっちゃつまんないんですよね、うん、だからなんかちょっとデジタルアンプっぽいやつとか、うん、でもバリバリなんかストリーミングとか、そういうので聞いたりだとかするとちょっとバランス取れるなみたいな、はい、こいつがすごいやっぱアナログっぽい音する、うん、まあみたいな楽しみ方もあるし、いやありますね。そうだから 4312G を部屋に置いて、はい、ケーブルとかでどんだけ音変えれるかみたいなの、はい、1ヶ月こう部屋に閉じ込めてやりたいですね、はい、いや絶対楽しいですね。絶対楽しいですよね。絶対楽しい。ねうちだとほら、ヨスケ管理にワンマンスリーホリデーがあるんで、そこ1ヶ月、JP の4312をチューニングしてます。ちょっとさすがにそれはやめてくれって言われそうですけど、ヨスケ管理に。でもなんかやってみたいですよね。やってみたいです。うん。そういう、なんか、存在感とか、サウンドポリシーみたいなのがはっきりしているスピーカーなんで、はい、そういう興味にも駆られてしまうなと思います。よくできたスピーカーですよね、本当。ね。で、あと思ったのは、ちょっとこれ、もうちょいエイジングした方がいいですね。なるほど、なるほど。硬いですね。硬い。硬いっつうか、雰囲気が硬い。よくわかんない。よくわかんない。はい、なるほど。もっと、もっといけるだろうみたいな。なるほど。走り込みが足らんないみたいな。ああ、エイジング、うん、はい。もっとこれ、エイジングされた43121って、これ昔からずっと置いてるんで、うち。
あので1回店頭で行っちゃったんで。あ、そうですか。でも3年ぐらいあります？4年ぐらい。今のやつもあります。そんなに鳴らせれてないです。あ、そうですか、そうですか。もっといけますね。これだって、よくだって50年近くエイジングしてきたわけじゃないですか。まあ、使われてきたかどうかわかんないけど。まあ、そうですね。まあ、レストランもしてますしね。まあ、そうか、レストランしてますか。うん、ただ、ここのエッジがですね、まだ硬いですか？もうちょっと、はい。もうちょっとって感じがしますよね。なんか、J ビールはエイジング一生とかっていうぐらいなんで、うん、やっぱ時間がかかるんですかね。まあ、そうですね。はい、まあ、でも、それを差し引いても素晴らしいサウンドだなというふうに思いました、ね。はい。はい。っていう。いや、なんか今日楽しかったです。いや、聞き応えありましたね。聞き応えありました。やっぱりオーディオって感じする。はい。ね。うん、ザオーディオじゃないですか。いろんなことを教えてくれますね。はい。うん。なんか哲学的ですらありますね。本当に。いやー。素晴らしい。ね。あとこれダメっていうか。そうです。これちょっとやめてください。これダメですね。このスタンドがダメっていうより、この組み合わせがダメです。ダメですね、はい。これはちょっと後悔しましたね。専用のスタンド、すいません。逆にこっちでやった方が良かったじゃないですか。うん、そうですね、うん。それは思いますね。もうちょっとこう、グッと鳴らしてやるみたいなのですね。あともうちょっとこう、音量出して、やっぱり何と言ってもパワーは魅力なんで、はい、結構ズバッとね、出したい人もいいんじゃないかなと。そうですね。ちょっと控えめにしました。うん、この前でもね、なんだったかな、あ、そう、アルニコスタジオっていうバーがあるんですよ。何ですか、アルニコスタジオってあるんですか。うん。なんかめっちゃ楽しそう。そんで DJ セット買ってくれて、サウンドバーみたいなところで行ったんですよ、アルカー君と一緒に。はい。うん、そしたら4311置いてあって。4311ちょうど、はい。うん、で、サンスイの昔のアンプが置いてあって。はい。うん。で、マッキンじゃなくて、サンスイの。ってとこが渋いな。渋いでしょ。渋いっす。ああ、これあれだなと思って。分かってますね。あの、腰浜さんじゃないですかみたいな。あ、なんでご存知なんですかみたいな。腰浜店長。はい。最近、夜な夜なルールの話してます。なんだ。ハイファイ堂さんの。ハイファイ堂の腰浜さんが、プロデュースされて。あ、そうか。めっちゃ良かったっすね。いやもう、なんか分かってる感しかしないから、その、なんでしょ、見て分かりました。あ、すごい陽介がある意味は、うん、アルニコさんそのがやったのかなって思ったんですけど、そうですか、腰浜さんがいる。アルニコスタジオって書いてあったし、さすがだなって思いましたね。そうか、私は全然知らなかったんですけど、さすがですね。うちは DJ セットを、やってもらったっていう感じで。そうでしたか。まあ、そこもね、アルニコっていう、4311すごく良くなってたし、はい、あとはね、ミナワっていう、福岡県の大島っていうところの島にある高級宿みたいなのがあって、はいはい、宿1泊10万円ぐらいです。高いですね。でそこに僕行ってきて、はい、どうですかね、行ってきたんですか。知り合いが、はい、やっててで、ちょっとだいぶ良くしてくれて、はい、あ、いいですね、いいですね、はい、で、そこも4311置いてある。そこも4311ですか。アルニコじゃないですか。そう、はい、で、僕はちょっと仕事関係で行ったんで、はいはい、もう一人で泊まって、はい、うん、聞いたんですか。で、島の先端にあるんですよ。はい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 。そのミナワで検索してみてください。ミナワ、ミナワ、英語で、あ、英語でミナワスペース大島で出てきます。旅館ですよ、ホテル。旅館みたいなホテルみたいな。で、目の前に灯台があって、いやーかっこいい、めっちゃ山奥みたいなとこ走ってる。で、一人置いてかれて、あ、じゃああとよろしくお願いしますみたいな。いや、やることない、何もないです、はい。でも、部屋に4311が置いてあって、あ、それなんかいいですね、音楽と向き合いますね。だ、向き合うしかないですよ、ね、何もやることないんで。確かに、山の中ですもんね。いや、最高の時間でしたね。最高ですね。だから島でね、僕4311と共に、いい時間をね、過ごして。最近4311にすごく縁が、ご縁がありますね。そう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 。だから、いいなぁなんて思って、最近はそういう感じ。ただ僕は、はっきり言って、はい、これは、主張したいんですけど、はい、これひょっとして、まあ、JBL のね、うん、お好きな方が見られるかもしれないけど、マジでもっといろいろいっぱいあるんで、その結果 JBL がいいです。で、僕らもね、はい、別に全然良かったよね。いや、良かった良かった良かった、普通に良かった、うん、かった。だから JBL が嫌いとかそういうことはもう一切ないです。一切ないです。うん、一切ない。もうめっちゃ尊敬してます、はい、なんだけど、はい、マジで他にもっといろいろスピーカーあるんで。そうですね、はい、おしゃれっぽい
バーとか、うん、おしゃれっぽいバー、はい、サウンドバーとか、はい、なんか雑貨屋さんカフェとか、もう何も考えずに JBL を置くっていうのは、はい、マジでもったいないと思います、ね、いろいろありますからね、いろいろ聞いてほしいです、うん、オーディオショップとしてはね、はい、うん、まあいいですよ別にあのいいから、そうです、いいから、物がいいからいいんですけど、まあシチュエーションにあって、昨日は、あ、一昨日かは、あの暇か島の木之助っていう宿に行ってきたんだけど、はい、そこは、はい、もうあえての食堂で、はい、旅館の食堂で、はい、エクリプスです。エクリプス、旅館で、はい、やばい。もう最高ですよ。JBL じゃなくてエクリプス、もうそれがいいですね。はい。っていう感じで、まあ、あの王道と呼ばれているね、うん、はい、JBL とかタンネとか、ね、はい、まあ、以外にも、まあ、オーディオショップ我々としてはいろんな組み合わせを提唱していきたいなとは思う、ね、スピーカーだけでも本当にいっぱいねありますからね、ね、はい、うん、まあ、みたいな感じでございますので、はい、まあ、サッカーでも一緒で、そうですよね、はい、まあ、ブラジルもさすがの横綱相撲だったし、うん、まあいいんですけど、フランスとか、はい、いいんですけど、もうモロッコとか、モロッコ、はい、クロアチアとか、クロアチアだ、はい、あと韓国だ、韓国もいいですね、韓国いいですか、あ、いいチーム、いいチームですか、はいはいはい、ソンフンミン、ソンフンミンさ、ヒール、うん、はい、とかチュニジアとか、チュニジア、いいチームいっぱいあるんで、皆さんね、ですね、はい、メキシコも、まあメキシコはちょっとこアルゼンチンはどうですか、ユースケさん。アルゼンチンはメッシが浮くっていうのはもういつもなんですよ、はいはい、毎回なんでもうしょうがないです、はい、あれ、うますぎるってことですか、メッシが一人、そういうわけじゃないですか、結果これごめんなさいね、あの批判があったら申し訳ないけど、あの、まあ、もちろんなんか パリ・サンジェルマン所属してるんですけど、はい、パリの時、まあ、みんな周りもうまいし、はい、分かってるからいいんだけど、あのね、例えば J リーグで昔来たジーコとかストイコビッチとかみたいな、あの自分よりも遅い人とか相手を見極めてパスを出すっていう能力はそんなに高くないのかもしれないです。あ、なるほど、うん、要はもうみんながもともとレベル高いところにいるんで、うん、そうだから、あのサッカーは11人でやるものっていう言葉を毎回やっぱり思ってしまいますよね。なるほど、まあでもそれぐらい神様みたいな人なんでメッシは、まあしょうがないんじゃないですか。マラドーナの時だってそうだったし、やっぱりマラドーナってなっちゃうもんね。なっちゃいますよね。っていうところが、まあ、なんかチームとしてはそんなに、僕はそんな面白くはないなとは、ね。個人としてはいいけどってことですね。チームそうですね。とはいえ、まあこの逆風をね、あの跳ね返して得点をしてアルゼンチン優勝したら最高ですよね。最高ですね。とは思ってます。まあまあいろんな見どころがあると思いますので、はい、楽しいです、これからは、はい、はい、楽しんでオーディオもね、サッカーも見ていただくと、ぜひ聴いていただくと、はい、いうことでございます、はい、はい、ということでちょっと長くなりましたが、はい、今日はね、JBL の4311と 4312G の聴き比べでございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。